こんにちは皆さん、今日は読売ランドのスターバックスから遊園地にいます。息子が今日は振り替え休日なので、その付き添いのような、付き添いじゃないような、ただ送ってきただけなんですけど、接続が弱いんですけどやろうかなと思います。でもいろいろ問題があってですね、私メガネ忘れちゃったプロジェクトパックデイ2と、あとアドベントタングルス2023、これが果たして融合できるのか謎なんですけど、あと目が見えてないんですけど、やってみようかなと思いますが、多分全部書けないと思います。あとなんだっけ、ここスターバックスなのに電源がなくて、こんにちは野外ライブそう、あとなんか一人で喋ってる変なおばさんがいるって思われてると思うんですけど、で、今日のですね、今日というか昨日のやつかは、この中のこの渦巻きに沿ってこうタングルを並べていくことで、自然とこうなんていうかな、模様ができていく、埋まっていくみたいな感じ、あんまり考えずに、トリポリを描いたりとかしてましたけども、もはや何を描いてたか私ちょっと覚えていないので、とりあえず何をしよう、決めてないでまたやってるんです私ね。いや、ちょっととりあえずなんか思いついたことやります。このくしくもこのなんだ、このなんだっけ、アドベントタングルスの、2日目がぐるぐるから始まるやつだったからいいかなと思ったんですけど、この誠にありがとうございます。よいしょ、そう、読売ランド、開催中。そう、ここなんかの職業体験じゃないけど、なんか企業がね、いろいろ用意してくれてるやつ、用意してくれてるやつってか、コラボレーションしてるんですよね。はい、ご確認ください。ミランドぜひ来てください。そう、私読売ランド生まれなんですよね。生まれじゃない、育ち。先生のマークのお知らせかと思ってだったら面白いの。で、森さんのブログ私見てない、読んでないって言ったんですけど、読みましたが、とても良かったですね。なんだろう、不思議の国のアリスに出てくる、なんだろう、うさぎ、うさぎが忙しい忙しいって言って、時計を持って巣穴に飛び組む話、ライブに突撃する強者はおらんのかいないですね人いないですね、全然ここ、なんかもう私今ちょっと Wi-Fi 切っちゃったけど、私一人しかいないよ、ほら全然全然大丈夫かしらって感じですよ。なんで貸し切りです。そうそう、ウサギみたい、ウサギをみたいに巣の穴に追い込まないでね、自分自身を追い込まないでねということですね。あと私も皆さんをそういう風に追い込みたくないということなので、皆さん焦らずにやりましょうってことですね。私も焦らずに、寒くないですか。いや、寒くないんですけど、あ、久しぶりに鍋見て嬉しい。あ、本当ですか。私今マイナス20度まで耐えられるダウンを着てるんで大丈夫です。なんだっけ、あ、それでそのプロジェクトパック、今回のプロジェクトパックはもう特にですね、忙しい、その一日で終わらないものを詰め込んだという自覚があるということです。なので多分毎日完璧に書けるって方はね、なかなかいないと思うんですけど、まあそれでもあんまり、気にせず楽しんでくださいねということです。私このタングル初めて描くんだけど、これタングルなのかしらと思って描いたけど、意外と可愛いですね。私電源がなくて、このスタバに来れば電源はフリーだと思ってたら、このスタバは電源ないんですよって言われちゃって、私もあと 20% ぐらいしかないんだけど、でもさっきあれ、あ、なんだっけな、
充電器売ってたし、あと車に戻れば充電できるからかと思って行ってます。はい、だから私今日ちょっとプロジェクトパックのやつも動画をちゃんと見れてないんです。すいません。いやー、いい天気ですごい。でも、ね、確かに気温は低くて、私もちょっと風邪気味なんで、あんまり長くここにいるとよろしくないかもしれないんですけど、風邪がなかなか治らなくて、熱とかないんで全然の超元気なんですけど、体はなんだろうな、喉鼻喉と鼻なんか声ちょっとガラガラしてるかもしれない。どうしようかしら。渦巻きはなかったですよね。何書いてたっけ、あれ。パーク書いて、パークは良かったですね。すごいね。そんな風が流行ってるみたいですね、みこちゃん。あ、そうなんですか。かられちゃん、私も同じ症状なのにごめんなさい。あ、本当に。いや大丈夫です。私なんか 1週間ぐらいずっとこんな感じで、はい、全然。あ、そう、かなでちゃんの息子も引率で引率しとります。なんかユミランドバンデットっていうすごい怖いあれがあるんですよ。ジェットコースターがあって、それに乗る乗らないで4人組なんだけど、2人はもう乗ったことがあるんだかなんだか分かんないけど、乗るって言ってんだけど、うちの息子とこのかなでちゃんの息子だけが嫌だと、乗りたくないって言ってて私は無理して乗らなくていいんだよって言ってきましたけど、さっきなんかブランコのやつ乗って怖かったって言ってました。かなでちゃん、私は金曜日からなのでまだまだこれからか、怖いだって。あ、本当、どうだろう。まあ、暖かくして過ごしてくださいませみこちゃん、死んでも乗らないジェットコースター怖い。じんこさん、ミーランドのメリーゴーランド。かなでちゃん、は二人で乗ると豪語してたのにね。そうなの。でもそうそう、乗るってね、俺たちは乗るって言ってたんだけど、やっぱり住んでると怖くなることもあると思うんですよ。そういうのはもう無理して一回言ったからって言ってやんなくていいんだよって言っときました、はい、でも一回乗っちゃえばね、楽しいんだけどね、本当はね。あ、そう、ユミランドのメリーゴーランドの中ね、可愛くない、なんだっけあれ、なんだよね、なんだっけ、犬がキャラクターなんだけどね、あんま可愛くない犬なんだよね。なんだろうこのタングル、ちょっとわかんないんだけど、鼻水が出てきちゃう。これね、なんだこれ、アーゲルローズ、なんだろう、ネモフィラじゃなくて、なんていうんだっけこれ、ネモフィラじゃないな、なんかこういうのいるよね、こういう海の動物みたいな感じ。純子さん、メリーゴーランド昔はレトルで可愛かったですよね。そう、私もすごい好きで、昔のジェットコースターじゃないや、メリーゴーランド。今可愛くないっすよ。昔はすごい可愛かったですよね。エンゼルローズ。あ、N だったこれ。読めなくて R かと思っちゃった。エンジェルローズか。なんかこういうやついるよね。なんとかの妖精みたいなやつ。海の妖精みたいな動物。動物？微生物みたいなやつ。プリオネ、そう。モーフレウアーさん、ありがとうございます。そう、モーさん、ありがとう。クリオネみたい。それです。それが言いたかったの。ネモフィラって青い花だよね。全然違う。嫌なんだけど。いや、そう、クリオネね。嫌だね。物忘れが激しかった。それ、クリオネ。なんかね、やっぱ月曜日は振り替え休日の子が多いみたいな、小学生意外といますね、グループで。男女三とかで来てる子たちもいました。そういうの見るの楽しいですね。
ちの息子たちは男子4人で来てますが、楽しそうです。この書き方もこれで合ってるのがちょっと謎なんだけど、まあそんなことで、これぎっしり書いてどないすんねんみたいになっちゃいましたけど、もうこれ以上思いつかなかったんですいません。ぐるぐる、合ってるのか分かんないですけど、純子さん、息子さん最近顔、あ、最近見てない、そうですね、結構もう少年になってきましたよ。そっか、見てないか。あ、ね、猫アカウントの方にいるんですけどよく出てますけど、こっちには出てないですね。中身はまた変わらずって感じですね。はい、可愛いです、お子ちゃまです。昨日から割とそうですね、成長はそんなにめちゃめちゃ早いってわけじゃないような、そんな感じです。すごくね、もう小6ですよ、もうすぐ中学生になっちゃうんだよ、早いですよね。こんな感じで、ちょっとこれでバッテリーがもうあと 20% だってことなんでそろそろやめようかな。そんな感じでね、これぐる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 、まあ、このぐるぐるに合わせて本当は書いていくんだけど、でもなんかこのストリングを使って何か思いついたらそれでもいいかなと思います。え、今日のネイルも素敵。あ、猫アカ確認しましたってこれあれですよ、香港に行くために香港ネイルにしてもらったんです。すいません、なんかすごい中途半端だけど、こんな感じで今日はいい天気ですよっていうやつで、では皆さんさようなら。あ、私が見える、バイバーイ。